こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9 2021、ライブ配信始めていこうと思います。2009年7月2週からをスタートです。いつも通り、ツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。ツイッチマイアカウントを、アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。YouTube で2日後に、アーカイブ、流します。YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。This live archiveアップロード My YouTube チャンネル2 days after My YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド and グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 Please my TwitchTwitter、X アカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。では始めていきましょう。いきなり4月2週ということで、アマノハウルか。まあちょっとグロディアでカンペンは強いよな。でもハウルも取ってますんで、前走G1 どんなクラスか別として期待していいんじゃないでしょうか。ではね、いきなりもうネクスト、サマーバーハンデ天のシャメールです。あ、 G2 かこれ、2番人気天のシャメールは108ですが、コメンテーターがここに参戦してしまってますね。これは苦しい。まあ段階を踏んでと思ったんですけど、甘くはないですね。まあダイジェストです。ベルモントパーク G2 サバーバーハンデダート 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。コメンテーター先頭、残り 200m を通過して、どこまで追い込めるか。完全にちぎれた。ダメですね、全然来られない。コメンテーター強い強い。コメンテーター圧勝のままでした。2着はチアゴ、勝ったのはコメンテーター、見事な勝利です。12着。あー、そうか。エクリプスステークスアマノハウル一番人気となります。129シャンゼリゼですね、やっぱり強力で。あとグロリアでカンピオンコンデュイットあたりの4強ぐらいになるんかなと思います。レースいきましょう。サンダウンパーク競馬場 G1 エクリプスステークス芝 2000m です。こちらイギリスのサンダウンパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を切るのはどの馬か。グロリアでカンペオン前に行きそうです。ガンナーズダッシュそれに続いています。さらにはイスファハンアカーリッド、1番ザガーデンルーム、その後ろ先手を取ったのはグロリアでカンペオン、その後ろからはジェイペグ、その隣にアイソパッチバイオ、これに続くのがティマーナチュラル、並んで4番シャンゼリゼ、オレンジの帽子コンデュイット、その後ろギャラリアコロナック、すぐ後ろアマノハウル、後ろからになりました。すぐ後ろにアンカシークレット、プラムアイレス、それに続きます。並んで11番ニュースアナイブ、すぐ後ろにアガールズサジタリウス、最後方にオーバーステートコメット、
1000メートルを通過、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。9番グロリアデカンペオン、依然として先頭、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭は依然としてグロリアデカンペオン、イスファハンアカービット。外からですね、どこまで仕掛けられるか。さあ仕掛けていった、背足はいいぞ。ハル違う、ハルこっちじゃない、ハル全然ダメだ。コンデュイットゴールイン、2着はシャンゼリゼ、勝ったのはコンデュイット、見事な勝利です。完敗だハウル。ハウルはなんと8着、金量58でも辛いのか。さあ2歳未勝利戦、カタノポニョですね。ダイジェストいきましょう。短い直線に入って後続は届くかどうか。勝ったも同然ですね。先頭後続大きくちぎれました。残り 100m、 2番手は名勝スタイル、後続は大きく離れました。完璧です、はい、ぶっちぎりです。圧倒的な強さを見せました。2着は名勝スタイル、3着にジェットヒース、これはものが違う。カタノポニョ、イケメン調教師ですね。いいんじゃないでしょうか。七夕賞です、クラブ馬2頭出走、浅草キングスが一番人気ですね。伊坂さん除いて全部20丸です。でオリーブ風船とか東海ワイルドが対抗するような相手だと思われます。ダイジェストです。福島 G3 七夕賞、芝 2000m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。シャドーゲート先頭、さあ上がってきた。浅草キングス、浅草キングス抜けた。2番手は天馬ディール、浅草キングス、浅草キングス、なんとか押していましたね。天馬ディール、浅草キングス、見事一番人気に応えました。プロキオンステークスです。1番人気天野セカチュ、2番人気天野エーループ、天野という4番人気となっております。これにバンクル立山を含めた4頭というところですね。セカチュは G3 を2連勝しております。さあエネループ以外はみんな戦法変えられますが、特に変える必要はないな。ダイジェストいきましょう。中京 G3 プロキオンステークスダート 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。大勢アトム先頭、外から勢いよく天野エネループ先頭、残り 200m を通過して外の抱き合いになってます。天野セカ中、2番手は天野エネループ、天野セカチュー強い強い、天野セカチュー圧勝ゴールイン。2着は天野エネループ、3着にフェラーリピサ、これが世界の実力だ。天野セカチュー、あーレコードですね。一番人気圧倒です。さあマリンステークスはクラブは凱旋メーターも、これは飛ばしていきましょう。あダメでしたねやっぱり。さあ3頭です。うち海外2頭、初音ミクとゲド戦記。初音ミクは2着か、ゲド戦記はリーチかかってますかね。ダートじゃない芝だからリーチですね。で、ゼニアターなぜかこんなとこに出てきます。
まずサバマハンデ、シャメールは本当はあの芝の方が良かったかと、なんかダートに出してしまった。まあ札幌記念っていうのは妥当なとこじゃないでしょうか。ハウルはもう急所上げてるんだ、じゃあもう問題ないわけですけどね。本来はメンバー少なると辛いのかな。どうしよう、9月1週以降エリ城に出るとはいいとして、こんなん強いメンバー出てきそうだけどな。はコスモス賞かといっても早熟ですからね、早く出したいとこです。体調はまあ悪くないな、8月1週以降で出ることはできるが、でもまああれなんですよね、あダートか、ダートはダメなんだな。まあこれならば国内だな。ミサイステークスかな。うん、それでいいでしょう。でコスモス賞をちょっとステップにしますか。そしてでループが2着エルムステークスか、うん、ノートレはサマーチャンピオン、取ってますがちょっと厳しいですね。ブエナビスタが5勝か、次はデルマオークスってことで、調子落ちてるな。ちょっとキツナコマンドで、これイーセントレジャーか。ステージ09プリダンテ、カレンブラックヒルとか、まあいいことはいいけどな。優先機 C 互角リーチですからね、ここ頑張ってほしい。優先機アパパネか、重賞はファルムスステークスはマナハツネミクです。3番人気、直線競馬か、まあダイジェストだろうな。
はい、一番人気はアゲインです。戦法変えられますが、特に戦法の有利不利はないなさそう。このまま行きましょう。ダイジェストです。ニューマーケット競馬場 G1 ファルマスステークス芝 1600m マイル戦の直線競馬です。前はジェニーコーナーズ、ここで先頭が入れ替わりました。コンポージャートンバジェニーコーナーズ2番手に控えました。ここで先頭に立ったサプレザ、後続も横いっぱいに広がっている。残り 200m を通過して先頭はサプレザ、サプレザ先頭、サプレザ先頭、サプレザ先頭だ。サプレザ、サプレザ1着、2着はアゲイン、立ったのはサプレザ、見事な勝利です。初音ミク大惨敗だ。ジュライスカップ天の下戸戦記です。2番人気、1番人気ベンバンは、まあ、強いけど下戸戦記もね強いからね、一騎打ちムードです。レースいきましょう。ニューマーケット競馬場 G1 ジュライカップ芝 1200m の電撃戦です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ブリーディングスプリント、これはいいスタートを切りました。シーニックブラスト、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくブリーディングスプリント行きました。続いて前へ行くのはシーニックブラスト、さらにはムービーパートナー10番ベンバウン、その後ろムービーパートナー先手を取りました。キングズゲートネイティブ、それに続きます。すぐ後ろにヒドンエクソム、好位置をキープしています。天の下戸戦記、さあ先頭はベンバウン、あと一緒なんですけどね。本当下戸戦記はシーニックブラスト3番手、大外から緑の帽子天の下戸戦記伸びてきた。後続もさあ先頭に 出そうだ。残り 400m 長い直線、ここからどうか。日曜王者の争いだ。残り 200m を通過して先頭は変わって天の下戸戦記、2番手はシーニックブラスト。やった先頭、やりました。これで金札ですね。シーニックブラスト、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の下戸戦記、まさしく日本が世界に誇れる馬です。62キロも何のその、いいえ、直行き。マーキュリーカップです。ゼニアッタ1番人気、まあ、もうすでに金札を獲得しております。アデューティミツオキングスゾーンあたりだけど、実はこの3頭かな。ダイジェスト、盛岡 JPN3 マーキュリーカップダート 2000m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。さあ追い込んでこれるか。後続とは3馬身以上、これは決まりか。ゼニアッタ迫る、一気にゼニアッタ、ゼニアッタ差し切った。先頭はゼニアッタ、1着でゴール、2着にはどうやらアジデミツ王、3着にプリオーソ、これが世界を制した実力だ。ゼニアッタ、JPN 推したレベルは高いレースですね、マーキュリーカップは。アジューディミツオやフリオソがいるからな。名称投稿までいいのか。そしてジュライカップ、これはちょっと解きかけは厳しい。函館2歳 ステークスアパパネ登場、グリグリですね。メンバー見ていきましょう。キャプテンリオってどんな馬なんだろう。天野が父親の馬はいますけどね、母親がねなかなかいない。
ダイジェストいきましょう。函館 G3 函館2歳ステークス2歳限定芝 1200m 電撃戦です。短い直線に入って後続は届くかどうか。ウェーブベルが先頭、外からアパパネ先頭、パパネだ。2番手はウェーブベルがアパパネ、この馬で決まりか。先頭はアパパネ、1着でゴール。2着にはどうやらウェーブベルが、3着にオリーブセコイア、1番人気に応えましたアパパネ、見事です。さあ、海外は馬の気持ちいいが登場。気持ちいいはまだ5勝か。ここのとこはやっぱり連勝が続いてるんで、この調子で、ね、勝ちに行きたいですね。あとは、想定内と線の風が出ます。で、まずカタノンポーニョはコスモス賞からです。一周放牧しときましょう。でグーがあって送り人、これ休ませるわけにはいきません。なんこのままです。ブエナビスタ一周放牧、ネミ君すっごい疲れてるな。まだ G1 取ってないんですね。京成杯オータムハンデか立ち直すっていうのはいい方法だと思います。とにかく疲れがな、健康値が低い、精神力も低いという難しさを感じるよな。彼を捉えないといけないのね、初音ミクは。なのでで花盛り来週か。距離はいいんだけどな。でも本音としてはここは焦る、あんまり焦りたくない。に8月を3週以降で重賞って関谷記念とか北九州記念とか小倉記念とかか、芝もダートもいけるのか。サマーチャンピオンはノートレがいるんで、じゃなくて、キンランド出そう。ブラックキャビアですね。ちょっと調子落ちてる？それと休ませてんじゃないかな。これ休ませてるんですよね。精神力 OD か、パワーが弱い。でももう先方したんで変えられない。ニコニコはこれ2
週ぐらいの放牧でいいと思います。で、アイビスサマーダッシュ、ちょっと疲れがな心配ではありますね。うん、天のヒーローはていうかここを出さないでもうちょっと大きなステップで出していくっていうのもありかもよ。あと金ランドとか北九州ってことになるんですけど、北九州出すか、ん？あ、違う違う、北九州を出したいんだ。北九州出したくて一周放牧するんだ。なるほどね、3連勝なんですね。つぼみは、椿は、なるほど、あ、リーチなんですけどね。ロートシルト賞どんなメンツなんでしょう。あー、アゲインやサプレザがいるんか。そんな甘いメンバーじゃないですね。ちょっと考えどころだな。8月2週以降であればいつでも OK です。メンバー構成見ないといけないですからね。で、おまけに芝ですか。弱そう、こっちの方が。何この、 G3 ですからね、ちょっと弱すぎるな。ジャックルマロア賞行きましょう。しかも武豊乗ってくれるんだから、こっちの方が絶対にいい。ことはやっぱり発症させることで別のあのローテに、メンバーを見ることのないローテに変えることもできますし、武豊以外を乗せて鍛えるとかできますからね。スパーキングレディを取った17の2200か。ん？あ、ゼニアタいんのか。なんかゼニアタいって普通に走らせたいけどな。これ放牧したんだよな、疲れが溜まったんで放牧させたのかも。2着キープでもいいとはならないのか。え、賞金は6300万。 BNSN 賞でもいいや。G1 出走取ってないけど、まあ正直今の力だったら G3 すら危ういもんな。スマートハルコンあと2勝か。この辺は早く勝たせたいですね。ダイワスカーレットとか、あ、ダイワスカーレットはもう取ってんのか。15勝だからな、ダイワスカーレット。小泉がオールカマ、小泉が12勝か、うん、別にやった。ハウルは9勝ですか。
で、 iPod どうしよう。 iPod 15勝さすがに天皇賞春まで我慢ってないんじゃないの。8月の4週だったら海外、まあ、大きなレースだったらいけそう。芝だな。アーリントンミリオンか。ソードランサー、ソードランサー誰か出たら勝てるぞこれ。まあこれもこのレースもいけそうですね。とバーデンタウン大賞か。アーリントンミリオンか。このメンバーの中で一番きつそうなのは、で、山のブログ。アミーゴが11勝か、サセックス。チクータ、この疲れはやばい。うん、ちょっとこれは、あの、ほぼ、あ、ないのか。でも健康 S なんだよな。なんでこんな疲れたまりやすいんだ。私がね、投資アップ。ちなみにメンバーが大事。今のところそんなに強いメンバー出ないから勝てると思うんだけどな。ピカチュウはすごいな。BC ディスタフを狙ってます。そのアイスンとかなんか取れそうだけどな。ダートバ、適当なダートバ送り込めば。心の勢いが感じられないからな。金車さんは短距離戦。モリスドギースしようか。気持ちいいが5勝。スッピンググロスギー。ん？ちょっと待って。あ、オス馬か、この馬。そう考えるとしんどいな。放牧で勝ちたいんやがエルム、シャメール、まあしゃあないよな。当選冗談か。
あ、凱旋クラブ馬じゃん。うちの当選冗談って、最上位、気持ちいい、チャンス。千の風、じゃあネクスト、ビングクロスビーステークス、馬の気持ちいい一番人気。ライバル馬はやっぱりイディオットプルーフってことになりますね。レース行きましょう、デルマー競馬場 G1 ビングクロスビーステークスだと 1200m 電撃戦です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先手を奪うのはどの馬か。ボルドナロ前に行きそうです。ソワズエコー、それに続いています。さらにはハーフスピアフィッシュ、 G1 馬ウォーターウェイシティーズ、その後ろ先手を取ったのはボルドナロ、その後ろからはノーベンバータウン、イディオットプルーフ、そのうちに続いています。馬の気持ちいい、いい位置です。アルーリングブロンド上がっていきました。さあ先頭は依然として3番ボルドナロ、2番手はソワズエコー、ハーフスピアフィッシュ、3番手天の気持ちいい、まだ来ない。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。先頭変わって天の気持ちいい、いいですね。残り 200m、 先頭は依然として天の気持ちいい、勝ちましたね。2番手はイディオットプルーフ、先頭は天の気持ちいい、1着でゴール、2着はイディオットプルーフ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の気持ちいい、まさしく日本が世界に誇れる馬です。次は4連勝、さあ、中京2歳ステークス、凱旋浅田真央が2番人気、ただし本誌では本命です。一番人気はリリールですね。さあこの一騎打ちムードと言っていいんでしょうか。ダイジェストいきましょう。中京2歳オープン特別スポーツ報知杯、中京2歳ステークス、芝 1600m をマイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。リディル先頭、内から凱旋浅田真央、リディル先頭、残り 200m を通過して、先頭は依然としてリディル、残り 100m、うん、2番手は凱旋浅田真央、リディル先頭だ、リディル、リディル1着、2着は凱旋浅田真央、リディル見事一番人気に応えました。リディルわずかに及ばずか。福島テレビオープンクラブマーマイネレーゼル登場。3番人気、1番人気はウィンドローリン。ダイジェスト、福島オープン特別、福島テレビオープン、芝 1200m 電撃戦です。短い直線に入って、後続は届くかどうか。ベルズフィアです。先頭、後続を引き離しにかかる。残り 100m、 内から一気にマイネレーゼル、ベルズフィアです。粘る、ベルズフィアです。ベルズフィアです。
1着、2着はマイネレーゼル、3着にアーバニティ、見事に勝ちましたベルズフィアです。中京記念です。天の想定内登場クラブは凱旋愛知白も出ます。天の想定内が一番人気です。一騎打ちムードですね。あとマルカシェンク当選キャプテンあたりも出ますが、さあ想定内勝つことはできるかダイジェストです。中京 G3 トヨタ賞中京記念芝 1600m をマイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。レインボーペガサス先頭、外から凱旋愛知白先頭、残り 200m を通過してマルカシェンク先頭だ、マルカシェンク粘る、マルカシェンク届かないな、マルカシェンク先頭だ、マルカシェンク、マルカシェンク1着、2着は微妙です。見事に勝ちましたマルカシェンク。想定内3着勝ちきれない。函館記念です。天の線の風登場一番人気、本誌はマイエルアリアスやられましたね。マイエルアリアスは天のチャイドルが母親です。凱旋リベンジもいます。クラブ馬天野エース天野モーテンネンだからな。フェアリードール千の風は不思議なメンバーだな。サバニキアエイシンデュピティとなっております。さあ千の風勝つことはできるかダイジェスト。函館 G3函館記念芝 2000m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。エイシンデピティ先頭、残り 100m、 2番手はマイネルアリアンス、エイシンデピティ先頭だ、先頭はエイシンデピティ1着で合流、2着にはどうやらマイネルアリアンス、見事に勝ちましたエイシンデピティ。天の線の風敗れました。これは掲示板までです。結構大量出走ですね。海外は5頭を出走です。つぼみは残念除外。札幌記念さっきもチームも頑張ってほしい。クラブ見てみるか。上の4人はプラスですね。ついに凱旋さんもプラスになった。もうゼロになりましたっていうか、青葉エリカこれからか。愛知枠は頑張ってるんだけどな。
いね、鼻。あ、まあまあいいのか。キンシャサも気持ちいいが、これで何勝だ、6勝だ、あと2勝押す前ですからね。出すレースをしっかり慎重に見計らわないと。8月3週からレースに出せんのか。これってどのようなメンバー、金引きがいるか、無理か、フットボードだもんな。ハスケル招待って G1 で G14 勝してるんだ。ここはちょっと危険だな、出すのは。かといってさあこの辺まで我慢するかっていったらちょっとそうはいかないだもんな。ここは出せないしな。金引きにちょっと去ってもらうとはならないな。ここメンバー強いからな。アインシュタインに対応できるかっていうとこですよね。でも行こう。で、当然のごとく金引きりを違うレースに出さないといけない。専用の2400だからな。じゃない。入れ替えましたね。能力を上げられるんだ。賢さでももう上がってるしな。うん。育成度上げるぐらいしかないよな。11勝か。チャクタまだ5勝です。なんとか勝ってほしいところだが、問題は疲労なんだよな。ああないのか。持ってね、いやこんなレースに出しとくわけにはいかないだろう。もうちょっとやっぱメンバー落ちないとダメ。むしろ関谷記念とかそっちの方が良さそう。
こことかな、まあ、こっちかな。スウェットカレントカマーなのかな。 2000m だからな小泉。何2000で自信のあるレース、出させるべきだと思うけど、ジャンロバネ賞行ってみる。吉田豊で構わない。まあ春こそジャンロマネ賞でしょうというとこですよね。ロートシルとかアゲインが強い。ジュピターが勝負かかる。こっち結構小泉出すんだったらこっち出した方がいいかもね。一周放牧で小泉は違うレースにちょっと変更して、1300だから、ブログは2400出せるのか。で小泉を変更させたのでジャンロマネ賞はでも武豊は乗せ合えないんだ。じゃあ C 機種に行きたい。けど戦記はこれで発勝ですよね。好きなレース出せます。まあ最終的にはマイルなんですが、その前に一ついいレースに出したいとこです。8月を4週以降からバインだろうな。キックズデビューとかベンチュラー強い。
狂犬ブルースリー長距離戦か。出すな8月を5周以降。あ、こことかになるんだけど、カラーってどんなレースだ。そんなに強いレースじゃない。ソードダンサーは弱い。しかしいいジョッキーを乗せないと厳しい。ドメンプですよね。背の数はまだ G1 取ってない。時間がない。髪も出さないとダメですね。いいレースに。でも問題は調子なんですよね。軽いから多少あれでも勝てるかも。そういやこれ3連勝ですね。そう、除外食らっちゃったんですよね。なんで距離適性がクラシック、しかもダートって結構厳しいな、芝だもんね。この芝か。ローカルだとこれは芝。テレビエッジショー、これ出しましょう。ビスタがデルマオクス、まだ5勝。セールに行かないとダメですね。自分の分しか出せないからな。
でマンファス、アホ毛か。このぐらいかな。14と、まず I'm yours、 あ、ジャスターウェイ、これ買いましょう。ホンファイアいくらでもある。8億円、であと I'm yours、 これはどんな馬だ。ノーザンですね。買ってもいいかもね。あ、これスーパーホースなりうるな。レビューしか買ってないんだろう。なんで金札なんだっておかしいよな。はい、10億、嘘だろ。ディーププリランテとかいいですよね。ディープリランテってオス馬だったんだ。オス馬ってそこまでいらんよな。北高タルマエはいいけど、北高タルマエ欲しいですね。いい馬です。買いましょう。一発購入。ブラックヒルとかハクサンムーンフィエロ、まあここまでですね。ダービーカップ、まあ、まあ高く売れたからいいや。
注目度低いのか、勝ってるんだけどな。コンデュイットとか、まあまあでも金札取ってる馬だからな。ポスターデイブハンデ、天の着歌です。1番人気128、110を超える馬はありません。これはしっかり勝ってもらいましょう。レースです。サートア競馬場 G1 ポスターデイブハンデ、芝 1700m です。から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはスターグラスジャブット。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してスターグラスジャブット、花に立ちます。その後ろからはマウンテンコロネット。この馬も上がっていく構えです。オシアンステータス、どうやら後ろからになりそうです。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。それでは先頭からイブニングバイオレット先手を取りました。これに続いてスターグラスジャブット、すぐ後ろにオーバーコールパーキング、好位置をキープしています。天の着歌並んで漆黒の馬体オープンハーザー、その横にウルフダブルスチャプターオーシャン、この馬もこのグループマウンテンコロネット、すぐ後ろ内からはアットザサンパス、その隣にベッドアリゾナ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。この辺りで先頭が変わりました。スターグラスジャブット、スターグラスジャブット、さらにリードを広げます。2番手はイブニングバイオレット、大外から青の帽子天の着歌伸びてきた。日米王者意地のぶつかり合いだ。最後の追い比べ、先頭は天の着歌、いいですね着歌、ぶち切った。さらに突き放します。あと 200m、2番手はスターグラスジャボット、天の着歌、ぶっちぎりました。やりました。圧倒的な強さを見せました。2着はアットザサンパス、3着にドクター D の、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の着歌、まさしく日本が世界に誇れる馬です。連覇か。さあ寿命との戦いになる。ダイアナステークス、アマノイラバウは1番人気です。勝ってほしいな。124、フォーエバーツゲザーが強い。さあ勝ち切れるか。レースです。サートア競馬場 G1 ダイアナステークス、芝 1800m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。スタート、さあ先行争い、オリオールフラッグ前に行きそうです。サファリノーベンバー、それに続いています。さらには天のイーナバウアー、7番ハワイアンウエスト、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。先手を取ったのはオリオールフラッグ、イナバウアー行きましたね。内からはユースダンバーニー、並んで5番キネマテール、その横に応援ケース、でも下がっちゃったよな。そのうちに続いています。フォーエバートゲザー、すぐ後ろ緑の帽子トゥーマッチフォーブス、その後ろ並んで11番ストリーミングキャリコー、ウィニーズスプーニー、それに続いています。下がらなきゃいいんですが。デリナデュネット、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。13番サファリノーベンバー、一気に先頭に立ちました。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。内足沿い取れるのは大きいな。まだ粘っています。オリオールフラッグほとんど差がありません。ユースダンバーニー、3番手アマノイーナバウアー、 B 位置です。さあここからどうか、位置かな。さあ追い出した。あーでもなんかフォーエバートゲザーの足がすごい。残り 200m、 先頭はフォーエバートゲザー、2番手はあっという間に置いてしまわれた。オーエバートゲザー、この馬で決まりか。オーエバートゲザーゴールイン、2着は天のイナバウアー、勝ったのはオーエバートゲザー、見事な勝利です。うわーなんだっけ、とこの足
足は食い下がったんですけどね。さあクイーンエリザベスキングジョージですね。アマノブログ2番人気1番人気はシーザースターズとなっております。アマノブログの方があるんですが、まあ、強敵揃いですからね。ここにも書かれてる以外にも強い馬はたくさんいます。レース行きましょう。アスコット競馬場 G1 キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス、芝 2400m のレースです。ヨーロッパ競馬夏の総決算キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークスを迎えました。今年も各国から名馬が集結、まもなく発走です。スタートしましたシーザースターズ、これは好スタート。ユームザイン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくシーザースターズ行きました。続いて前へ行くのはユームザイン、さらにはカジュアルコンキスト G16 勝イエーツ、その後ろ先手を取ったのはシーザースターズ、サウンドクラフト、それに続いています。その外からカレラファンタジスタ、緑の帽子トロピカルイレブン、その後ろハービンジャー、この馬もこのグループ、これに続いてコンデュイット、その隣にショッキング、シャンゼリゼ、すぐ後ろさらにはハードトソフィア、並んで1番レッドロックス、その横にアリワウイエス、アマノブログ、この位置です。しんがりからタイガーキネマ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。4番イエーツ、レースを引っ張ります。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。すぐ後ろにシーザースターズ、その後ろにカジュアルコンキスト、そして大きく離れてユームザイン、この位置です。並んで漆黒の馬体、サウンドクラフト、ハービンジャー、それに続きます。並んで2番コンデュイット、その外にトロピカルイレブン、並んで栗色の馬体カレラファンタジスタ。さあ先頭は依然として4番イエーツ、シーザースターズ、ほとんど差がありません。カジュアルコンキスト3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。イエーツ先頭、しかしその差はわずか、ここが踏ん張りどころ。シーザースターズ手応えは悪くありません。前を捉えられるか、内からユームザイン、残り200m、バグに沈んでますね。ブログはシーザースターズ抜けた、コンデュイット差し切った、先頭はコンデュイット、1着でゴール、2着はシーザースターズ、勝ったのはコンデュイット、見事な勝利です。最後ブログを追い込んできたんですが全然届かない。ブログ9着、ナスオステークス、ダイワスカーレット1番人気、132に圧倒してますね。さあレース行きましょう。グッドウッド競馬場 G1 ナスオステークス、芝 2000m です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしましたベタードヌーベル、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくベタードヌーベル行きました。続いて前へ行くのはミッドデイ、さらにはセカンドザデー、14番サリスカ、その後ろミッドデイ、先手を取りましたスポークンウィングス、そのうちに続いています。内からはトライバルサイト、2番手に8番ダイワスカーレット、間が空いてブッククロース、内からはバラシバ、その隣にスキップペンダント、すぐ後ろにルックヒア、内からはエレクトリックスウィース、並んで7番チャイムステータス、これに続いてクロセルーラ、白の帽子ナイトエレノア、その後ろしんがりからインパーフェクトウエスト、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から10番ペタードヌーベル、レースを引っ張ります。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。最強
京女王、ダイワスカーレット、2番手を追走、トライバルサイト、それに続きます。これに続くのがセカンドジャデー、その外からブッティクロース、ね、さあ先頭はまだ10番ペカードヌーベル。ここで先頭が入れ替わりました。ダイワスカーレット、さあ粘り切れるかダイワスカーレット。外からも来られてるぞ。先頭リードは1馬身から2馬身、あと 200m、 一気に後続がやってきた。外から一気に突き抜けるか、サリスカだ。サリスカ差し切った、サリスカ先頭だ。サリスカ1着、2着はダイワスカーレット、勝ったのはサリスカ、見事な勝利です。ラッソーステークス、サリスカに焼いてしまいました。さあサセックスステークス、アマノアミーゴ一番人気。わあ、ゴルフテコバがいるや、これはつらい。ん、え、でもアミーゴそうだ、大丈夫なんだ。お、淀川由衣子が乗ってるじゃないですか。ダイジェストですね、グッドウッド競馬場 G1 サセックスステークス芝 1600m マイル戦です。前はゴルディコバ、ゴルディコバ後続を引き離す。さあ追い出すが、マンハッタンエミネス残りあと 400m、 いい背足。ここからどうか、日曜王者意地のぶつかり合いだ。アミーゴこれいけるぞ、これ。先頭はゴルディコバ、頑張れ。残り 100m、 アマノアミーゴ抜けた。2番手はゴルディコバ、勝っちゃったや。アマノアミーゴ、ゴルディコバ破って、2着はゴルディコバ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノアミーゴ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。いや、ゴルディコバ破ったの本当にでかい。さあ肩のフェイトです。肩のヘイトは2番人気ですね。1番人気ムードインディゴ、なんかずっと天野の馬が父親に続いてますね。さあ先方を選べますが、特に差しで有利不利ないんでこのまま行きます。ダイジェスト、新潟オープン特別関越ステークス芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。西のブルームーン先頭、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。西のブルームーン先頭、2馬身から3馬身のリード、伸びが足りないな。残り 200m を通過して、西のブルームーン意地を見せる。西のブルームーン2馬連走、木に肩のフェイト、西のブルームーン、西のブルームーン1着、2着にはどうやら肩のフェイト、3着にムードインディゴ、見事に勝ちました西のブルームーン。アイビスサマーダッシュ、ブラックキャビア登場、一番人気。伊坂さんの置いてみんな20丸ですね。相手になりそうなのは BB ガルダンとなっております。これは桜ぐらいかな。あとはダイジェストです。新潟を G3 アイビスサマーダッシュ芝1000m直線競馬です。前はスリープレスナイト、ここで先頭が入れ替わりました。金谷桜スリープレスナイト2番手に控えました。ここで先頭変わりました。先頭はブラックキャビア、残り 200m、 先頭は依然としてブラックキャビア、
2番手は BB ガルダンブラックキャビア、先頭ブラックキャビアゴールイン、2着はアポロドルチェ、3着に BB ガルダンブラックキャビア、見事1番人気に応えました。54秒0、なかなか早いな。お、膝レベルアップ。クイーンステークス凱旋駅なかなかにちょっと厳しい、実際も来ませんでしたね。さあ8月2週天の秋スター、残念ながら除外になってしまいました。スマートハルコン刀春日が海外で出走です。トハルコまだ金札取ってないのにカーダでいいのかな。ちょっと待ってよ、8月4週ジョッキーがかぶっているハマナイポットの方が乗ってくれるんだが、まあ出したいよな普通に。え、ブログ、いや、どうしようブログ。出さないでおこう。コンフィットとやるのはちょっと嫌だな。バレンタイン賞の方で行きましょう。一方、武豊か8月4週でかぶっている刀アテネとかぶっているのか。こちらはジュピターは走らせたいんで違うジョッキー変えたいですね。え、黒田騎手、まず着歌です。着歌はこれあと2勝なんでしっかり勝ちに行きたいです。ただ疲れがねすごい溜まりすぎてるんで、まずは4周放牧ぐらいかな。連勝はしてるんですけどね、なんせあと2周勝たねばなりません。着歌は馬は2勝か。なるべく軽いクラスをレースに勝ちたいですね。牝馬限定のレースを使うっていうのもありえます。8月4周で牝馬限定ってこれがあるのか。ルクシャオクス、あ、でもザリスカが強い。メンバーによるなぁ。1週以降でもいいんじゃないの。10月となると分散しますからね。こっちにしよう。
メンバー分散した方がいい、都合がいい。で、ブログ、キング・ジョージは惨敗になってしまいました。スカレットどうしたんだろう。京都大商店か。京都大商店出すんだったら、毎朝感出したいけど、ハニカミがいるんだよな。まあ、ここでもいいけど、ね。オペラショーか。出るだろう、間違いなく。あとはちょっと考えさせてほしいってとこですよね。でアミーゴがサセックス勝ちました。名12勝です。2000は別に問題はないが、まあコンジュイットとぶつかってもいいけど、微妙に距離が長いんだよな。ちょっとこの辺も次のローテは考えましょう。初音ミックも出るからな。新潟記念ブラックキャビア、ぶっちぎりの勝利だったらいいんだけどな。まあそこまで当てにならないけど、もっと最上位、いいですね。コメンテーターは強いぞ。アンダーキュート、ネクスト、ホイットニーステークス、スマートファルコン一番人気、131か。コメンテーター115となっております。あとティグレスゴールドあたりですね。先方はなんだこれ、逃げが多いな。コメンテーターと逃げ争いですね。レースです。サートア競馬場 G1 ホイットニーステークスダート 1800m です。
こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはコメンテーター。綺麗なスタートを切りました。予想通り先頭はコメンテーター。これに続くのがスマートハルコン、うん、それでは先頭からウェルノールネイビー先手を取りました。すぐ後ろにコメンテーター、さらにはインビジブルアスーター。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、好位置をキープしています。スマートハルコン、プレミアムタップ、すぐ後ろその隣にプリティカリーナ、これに続いてスピーチウォーシャー、見合えなかったな。スマートハルコン混合ティグレスゴールド、その外からトリッキーシカラーのアフリカンニコル、そのうちに続いていますピンクの帽子ビートペティショナー、その後ろその後ろからはクワイタバイタリティ、しんがりからビックリプライ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでコメンテーター先頭に変わりました。2番手はスピーチウォーシャー、気持ちよく逃げてますからね。3番手 G1 6勝スマートハルコン、まだ後ろこの位置からなんかパッとしないぞスマートハルコン。後続がぐんぐん追い上げていきます。日本と世界意地のぶつかり合い、後ろにいるコメンテーター先頭、これはちぎれた、追い込んできてるが、プレミアムタップ残り 200m を通過して、コメンテーター後続を大きく引き離しました。来てるが、もう後ろはどうだ、コメンテーター今ゴールイン、段違いの強さです。2着はスマートハルコン、ってしまった。3着にプレミアムタップ、勝ったのはコメンテーター、見事な勝利です。なんで後方行っちゃったんだろう。クレメント・エルハーシュステークス、カタラハルヒ一番人気、エルクイーンが114なんでそんなに差がないですね。他の馬はそんなに強くない。オフシュアソルトもいますけどね。ウェルクイーンが最大のライバルと言っていいでしょう。さあレースです。デルマー競馬場、牝馬限定 G1 クレメント・エルハーシュステークス、ダート 1700m です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。タウンシェイド、これは好スタート、ビートスレプト、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してラビットボディ、鼻に立ちます。その後ろからはビートスレプト、この馬も上がっていく構えです。それでは先頭からタウンシェイド先手を取りました。ビートスレプト、すぐ後ろその外にナインエントリー、すぐ後ろにラビットボディ、好位置をキープしています。カタノハルヒ、緑の帽子キーンランドアリーワウ、その後ろシリウスカスタネット、そのうちに続いています。並んで古豪デイエンパイア、すぐ後ろにウェルクイーン、その隣にオフショアソルト、すぐ後ろにハッピーラグナレック、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として足毛の馬体、タウンシェイド、まだ粘っています。ナインエントリーほとんど差がありません。ラビットボディ3番手カタノハルヒ、この位置から届くのか。さあここから上がっていったカタノハルヒ、大外を回っていきます。カーブして直線コースに入りました。これがどう影響するか。しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。残り 200m、 カタノハルヒ先頭だ。2番手はミュージックノート、カタノハルヒ、レバル、カタノハルヒ、勝ちました。2着はミュージックノート、3着にハッピーラグナレック、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カタノハルヒ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4個目ですね。いいえ、フリーナーズゴールドカップゼニアッタです。一番人気、クラブは凱旋世界中も登場、あとナポリナイザータイも人気ですね。ダイジェストいきましょう。紋別競馬場 JPN3ブリーダーズゴールドカップ、ダート 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ゼニアッタ先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。
残り 200m、 後続を引き離しにかかります。ここはちょっと話にならないですね。2番手はナコリザイザー、ゼニアッタ、この馬で圧勝です。ゼニアッタ独走、ゼニアッタぶっちぎりです。2着はナコリザイザー、3着に凱旋世界中、これが世界の実力だ、ゼニアッタ。さあ、エルムステークスは3頭出走、その中でも1番人気天の冬ソナとなっております。 2.3 倍、他天の勝ちタイン、天のエネループと続いております。 アジューディ三つ王も登場ですね。お、本正面天の勝ちタイン屋なんですね。冬ソナと二分しております。一騎打ちムードかな。さあ、これは勝ちタイヤ以降は戦法を変えられます。前に行く馬多すぎるよな。エメループ差しで行ってみましょう。ダイジェストです。札幌 G3 エルムステークスダート 1700m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。天の勝ちタイヤ先頭、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。2番手は天の冬ソナ、天の勝ちタイヤ、天の勝ちタイヤ1着、2着は天の冬ソナ、3着に天のエネループ、見事に勝ちました天の勝ちタイヤ。ワンツースリーフィニッシュですね。勝ちタイヤの方が勝ちましたね。G1 4勝馬だっけ、あんま勝ちたいんやって。そろそろあの G1 挑戦しても面白いかもね。さあ、8月3週、この週までかな、海外4頭。タナハルヒを買ってくれて嬉しい。スマートファルコンが勝てなかったな。あと2勝なんですが、まあでも覚醒なんでいつ勝ってもいいんですが、ちょっと疲れが心配だよな。休ませましょう。で、全部チャンピオンズカップかよ。さすがにそれはまずい。4勝です。疲れが心配だよな。あ、マレリーナステークス面白そうなんで出てみるか。あ、これが強いよな。他はまあどう見てもサリーバルダあたりがライバルですが、ちょっとチャンピオンズカップじゃないよな。同じ12月出るとしても、まあこの辺になるんかなと思います。で、一方ゼニアッタですね。まあ、メンバーが重いレースは出したい。
けたいですね、メンバー強いレースに。スカチューは、まあ、これメンバー軽い。金引きか、対戦も面白いですけどね、うん、メンバー軽いな。これ馬によっては出す馬チャンスですよ。王様アゲインとかメンバー軽いよな。あ、違うな。いや、悪くないんだけどな。それならクラシック出そうよっていう話にはなる。で、勝ちたいんやが、つい勝ちましたね。重賞かな。これ重賞になると南部杯とかなると思うんで、南部杯かな、出しましょう。うん、健康がとにかく低い。あとは海外だと、海外の軽いレースが出せるのはスーマですからね。メンバーが限られてきます。まだ分からんもんな、この辺は。まあ一旦南部杯で、デフユーソナが2着、勝ちたいね。敗れてしまいました。牝馬限定いけるんか。で、エネループ。まあ、まだ家賃高いよな、この辺のメンバーだと。レディースプレデュードはキャンキャンがいいのか。シリウスステークス、音楽が違った、うん、今はいいかな。あ、ダメだ。
キャンキャンだけか。短距離路線はゲド戦機なんですね。椿最上位期待してます。すごいな、1600m って。山のドローが出てる。浅草キングスですね。これもクラブ馬だ。ドア50キロか。では行きましょう。ソードダンサーステークス G1 オーケンブルースリー一番人気117。110を超える馬はないけど、決して安心はできないですね。レース行きましょう。サートア競馬場 G1 ソードダンサーステークス芝 2400m です。この馬も上がっていく構えです。さらにはケアミスペール2番セルフローカスト、その後ろオールクウェストアーティカが先手を取りました。少し離れてカフェカスタ続いています。その隣にシーホーネット、少し開いてダッシュエアウェーブ、青の帽子オーケンブルースリー、いい位置につけました。並んで栗色の馬体イースターアストレンティア、すぐ後ろにソリストインサイドフリーグロース、そのうちに続いています。中段やや前っていうところですね。オーケンブルースリーは1コーナーに入っていきました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。赤の帽子キャットキャッシュ、その後ろ最後方にフィッシュアークトゥルス、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から漆黒の馬体ファーマリーノ、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、これに続いてオールクウェストアーティカナ、その後ろからはシーホーネット、その外にダッシュエアウェーブ、好位置をキープしています。オーケンブルースリー、並んで1番ケアミスペールカフェカスタ、この馬もこのグループ、その横にイースターアストレンティア、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はファーマリーノ、2番手はオールクウェストアーティカナ、シーホーネット3番手、さあオーケンブルースリー前を捉えるか。この辺りで後続が前を上がっていって先頭を伺う、直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。ここで先頭変わりました。先頭はオーケンブルースリー、あと 200m、 オーケンブルースリー余力は十分。いいですね、さらに引き離していく。勝ちましたね。2番手はケアニスペール、オーケンブルースリー1着、2着はケアニスペール、3着にダッシュウェアウェーブ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。オーケンブルースリー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。スムーズな競馬で勝ちましたね。お、森村厩舎手応えをつかんだ。オーケンブルースリーです。フィニックスステークス天の贈り人です。一番人気クラブは凱旋あなたとはが出てきてる。わからないですね。レース行くか。カラ競馬場 G1 フィニックスステークスは芝 1200m 電撃戦です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。
いよいよ発走です。スタートしました。マジカルアーミジャー好スタート、うん、綺麗なスタートはまあ良かったんじゃないかな。マジカルアーミジャー行きました。続いて前へ行くのはカフェスイング、行きましたね。さらには天の送り人、送り人11番ルードル、その後ろ先手を取ったのはマジカルアーミジャー、これに続いてアスレチックコレクター、その外からアバブキ、その外にプレシャスウィンズ、内からは凱旋アナタトハ、トライバルエフィシオ、それに続きますチャンスアーク、その前に進出ダマスクナイサー、そのうちに続いています、うん、その外にガンデカスロー、その外にサブリアドライン、内からはクマールブロンズ、残りあと400メートル長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭は天の送り人、あと200メートル天の送り人、持つかアドバンテージをキープ、後ろはどうか、った一気にガンデカスロン、天の送り人、押し切った、天の送り人強い、2着はガンデカスロン、3着にクマールブロンズ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました天の送り人、まさしく日本が世界に誇れる馬です。いけました、いきなりですね、 G1 取りました。初の海外遠征の G1 ですからね、相当能力持ってるんでしょうね。短距離戦線は特に期待大です。さあモーリス・ドギス賞、キンシャサの奇跡、さあ、モーリス・ドギース賞、キンシャサの奇跡、出走1番人気です。136、レース行きましょう。ドーヴィル競馬場 G1 モーリス・ドギース賞、芝1300m です。こちらフランスのドーヴィル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはリンコーカサスエイドスペシャル、この馬も好スタートを切りました。大方の予想通りスタースパングルドバナー、先頭を伺います。リンコーカサス競りかけていきました。さらにはブッシュレインジャー、15番キャリアミナレット、その後ろリンコーカサス先手を取りました。エイドスペシャル、それに続いています。内からはトーキングワルツ、その後ろからはエクセレントブース、キンシャサの奇跡、いい位置です。ニンブルラガー、そのうちに続いています。さあ先頭はスタースパングルドバナー、スタースパングルドバナー後続を引き離す。2番手はキャリアミナレット、3番手にキンシャサの奇跡、絶好の手応え。残りあと 400m 長い直線、ここからどうか。どんなレース、最後の追い比べ、先頭はキンシャサの奇跡、あと 200m、 これは完全にちぎれた。強いな、どうだな、キンシャサの奇跡、この馬で決まりか。キンシャサの奇跡、今ゴールイン、段違いの強さです。2着はスリープフェニックス、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。キンシャサの奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ジワ8連勝、ジャックルマロア賞です。天の椿一番人気、127、110を超える馬がない、チャンスですね。さあ天の椿勝ってもらいましょう。レースです。ドーヴィル競馬場 G1 ジャックルマロア賞、
芝 1600m をマイル戦です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先手を奪うのはどの馬か。アイボリーローマン前に行きそうです。カーネルマラブーそれに続いています。さらにはフェアプリメロ、6番キャラージャード、その後ろキャラージャード先手を取りました。レッドクラッグネル、すぐ後ろ内からはジェネラルテンポレンス、その外からビートリックスキッド、緑の帽子バージニアキャプテン、その後ろインビジブルドリル、そのうちに続いています。その外にゴールノワール、内からはスタイル&キャナーン、内からはトワイスオーバー、内からはサッカーパル、天の椿、後ろからになりました。その外にブレインズウィンド、ちょっと後ろすぎる気もするが、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。最後方にノーベンバーモナーキー、さあ先頭はまだ6番キャラージャード、キャラージャードさらにリードを広げました。ようやく上がってきた。カーネルマラブ、フェアトリメル、背はいい、足はいいが、残り 200m 長い直線、ここからどうか、日曜王者の争いだ。さあ先頭に立ったのは天の椿、あと 200m 天の椿、そうか伸びてるが、2番手はトワイスオーバー天の椿先頭だ。なんとか半馬身ぐらい勝ちましたね。トワイスオーバー3着にバージニアキャプテン、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました天の椿、まさしく日本が世界に誇れる馬です。キザレルアップ、さあコスモス賞です。カタノポニョ登場、2番人気、1番人気クラブはビクトアールピサ、きっと当たった相手が悪いような気はするな。逃げ馬いないからこのままでいきましょう。ダイジェスト、札幌2歳オープン戦コスモス賞、芝 1800m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。カタノポニョ先頭、2馬身から3馬身来ているぞ。ビクトアールピサ、ビクトアールピサ、だから差詰まらない、勝ちました。2着はビクトアールピサ、3着にウィンドロマンス、見事に勝ちましたカタノポニョ。さあテレビエッジ賞、天のつぼみ登場、5番人気か。でも5番人気ってことはないと思う。先行策で行ってみよう。ダイジェスト、札幌3歳、札幌3勝クラス、テレビエッジ賞、ダート 1700m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。天のつぼみ先頭、1馬身から2馬身引き離す。2番手は栄新テンポ、勝ちますね。差を広げる天のつぼみ、やりました。オープンです。2着は栄新テンポ、3着にベルズキューピット、これは桁外れの強さだ天のつぼみ。来るスピード期待大です。さあ関谷記念です。キャプテントゥーでトライアンフマーチがクラブ馬として出てきます。1番人気はレッドスパーダ、スーパーホーネットも人気ですね。
ビルダレイヤーあたりか。あとはトライアフマーチも面白いよな。全然チャンスあると思います。ダイジェスト、新潟 G3 関谷記念芝 1600m をマイル戦です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。キャプテントゥーレ先頭、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。キャプテントゥーレ先頭、リードは2馬身から3馬身、あと 200m。 キャプテントゥーレ意地を見せる。信玄迫る。キャプテントゥーレ先頭、信玄飲み込まれた。信玄ホールイン。2着にはどうやらトライアンフマーチ、勝ったのは信玄、レッドスパーダ完敗です。着外に沈みました。さあ、小倉記念は天野想定内、天野ドロロ2頭出走、一番人気はクラブバー、サクサキングスでになっております。田畑賞勝ってますからね。さあ、でもドローにも頑張ってもらいたい。ミュランベリーオイルオーカー激戦ですね。ダイジェスト、小倉 G3 小倉記念芝 2000m です。さあ、短い直線に入って、ここからが腕の見せどころ。ミヤビランベリ先頭、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。巻き方サイボーグ差し切った。巻き方サイボーグゴールイン。2着にはどうやらエアシェイディ、勝ったのは巻き方サイボーグ、浅草キングス完敗です。着外に沈みました。想定内がなんと9着。ドロロは後ろ13着、負けすぎです。さあ、 UHB 賞はクラブはアルティマトゥーレが一番人気。マイネレーゼルはちょっと厳しいかな。アーバニティが対抗ですね。ダイジェスト、札幌オープン特別 UHB 賞芝 1200m 電撃戦です。さあ、短い直線に入って、ここからが腕の見せどころ。アルティマトゥーレ先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。アルティマトゥーレゴールイン。2着にはどうやらブレイズプライ。アルティマトゥーレ見事1番人気に応えました。海外3頭出走です。ジュピター特に期待が集まります。ハウルは休勝してるのか。さあ、札幌記念4頭出走ですね。北九州記念も2頭。もう2戦目で G1 ホースになってしまいました。嬉しいですね。結局ステークス、さすがでも本当にこれのこんなレース乗せるわけないと思う。ブースリーはソーダアーサー勝ちて2勝目か。引き続きやっぱり長距離 G1 挑ませたいところです。じゃあここでもいいんだけどな。ブログか。ここはクイーンザベス、シャンゼリゼとか強いよな。
まあやっぱりここだよな。ひとまずは。で、送り人がこれまだ一勝ですからね。どんどん勝っていかないといけない。ちょっと疲れが心配ですが、あなたとはが出てんのか。まあでもこれは普通に、強さはジエベレスト、馬の椿どうするかですね。次健康もメンタルも上げないとね。あでも G1 発勝なりましたね。椿これで金札確定となります。ゴルディコバがいる。オペラステークスか。何に出るかはまだ考えどころですね。非常に難しい。これでも一応登録はしとこう。 JC は出ら、 JC 出るんだったら香港マイルあたりかな。あ、香港カップでもいいけど、まあ香港マイルだな。マイルチャンピオンシップでもいいですが、でポニョがコスモス勝った。とりあえず重賞制覇を目指す。オープン特別ですね。スタートはなんで、これはこれでいいでしょう。ちょっと負けすぎだな、想定内。まだ足りないのかな。一応ローズステークス出すのもいいですが、
まあ2周放牧だな。チタンヤが iPod 最上位。おお、凱旋ヒルシオも出るんですね。凱旋ヒルシオ、凱旋ワンシスセグが出る。ブラックキャビア、天のヒーロー。はい、ということで、今回ここまでとなります。見ていただいて、ありがとうございました。次回からいよいよ秋競馬本番となります。お楽しみに。ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォローをお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。アーカイブは2日後 YouTube にアップアップロード予定です。21時後のプレミア公開予定です。 YouTube のチャンネル登録、動画の高評価もぜひお願いします。 My YouTube チャンネル、Please visit This live archive Upload My YouTube チャンネル 2 days after My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド and good button please。旧ツイッターである X のアカウントを持っております。ぜひアカウント訪問、アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X プリーズビジット&アカウントフォロー、リポスト&グッドボタンプリーズということで、ウィニングポスト9/2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。